それでは、ただいまより市長の定例記者会見を始めさせていただきたいと思います。はい、市長、よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。市長の宮地でございます。暦の上ではすでに秋でございますけれども、今年の夏は非常に暑い日が続いたと、こういうことでございますけれども、皆さん方お元気でご活躍のこと、お喜びを申し上げるものでございます。また平素から皆さん方には大変お世話になっておりますこと、心から厚くお礼申し上げるものでございます。さて本日は記者の皆さん方もご存知の通り、非常に嬉しいニュースが飛び込んできた、こういうことでございます。大阪府に拠点を持っております、おりまして、全国を結ぶネットワークとワークを構築しております大虎運輸株式会社が津山産業流通センターに立地をされることになったところでございます。大虎運輸株式会社につきましては、ご承知のように平成24年に津山産業流通センターに印の所を営業所を立地をされています。これについては鏡の長文でございましたんですけれども、24年に立地されておると、こういうことでございます。その後西日本におきまして事業拡大を続けられまして、この度大規模流通倉庫や流通センターを津山産業流通センターに新設をされると、こういうことになりました。これによりまして津山産業流通センターにおける立地率は 63.8% になりました。これが津山市の産業界の発展につながるものと、このように非常に大きな期待を寄せておるところでございます。それでは本日は6項目につきまして発表をさせていただきたいと、このように思っておるところでございます。まず最初にバス利便性向上および利用促進事業についてでございます。津山市ではバスの利便性向上を図るために、金剛バス東循環線におきまして、市内版のバス乗り継ぎ検索ホームページおよびバスの発着確認遅延状況を携帯電話やパソコンで把握することができるバスロケーションシステム、そしてバス時刻の電光掲示板設置による実証実験を、今年の10月から来年3月にかけて行う予定でございます。現在高齢化が進む中で、公共交通の乗り合いバスにつきましては、地域拠点間の移動手段や日常生活における移動手段として、また観光客の利便性の向上を図るために、その重要度が増しておるところでございます。このような状況を踏まえまして、今回の実証実験につきましては、利用者の方のご意見や満足度を調査し、今後の津山市の交通政策に反映させるものでございます。市民の皆様方にはこの機会にぜひバスをご利用いただきまして、ご意見をいただきたいと、このように考えておるところでございます。次は新規学卒者の地域企業内就職説明会への参加交通費助成についてでございます。津山市出身で県外の大学等へ進学した新規学卒者が、岡山県奥で開催する企業説明会や就職面接会に参加するための交通費を助成する制度を10月1日から始める予定といたしております。この制度につきましては、津山市や岡山県ハローワーク等が岡山県北で主催する企業説明会や就職面接会への参加するための交通費の半額を2万円を上限として助成をいたすものでございます。
対象となる方は津山市出身で津山広域事務組合や岡山県と就職支援に関する協定を締結している県外の大学に通う学生や県外に居住し津山広域事務組合の就活学生登録をしている学生でございます。新規学卒者の地域内企業への就職活動を応援することで一人でも多くの若者に津山で仕事をしてもらい定住していただき人口減少の抑制と地域の活性化につなげていきたいとこのように思っておるところでございます。次は男性不妊治療に対する女性の拡大についてでございます。津山市では平成22年度から保険適用外の不妊治療を受けられたご夫婦に対しまして治療費の負担軽減を図るため10万円を限度に助成を行う津山市不妊治療支援事業を実施をいたしておるところでございます。子供を持ちたいとこのように思いつつなかなか妊娠しないカップルは10組に1組とも言われておるところでございます。近年の晩婚化に伴いその数は増加傾向にございます。また不妊の原因につきましては男性が関係する割合は約半数と言われておりましてその要因は様々でございます。なおこの男性の不妊治療につきましては一般に治療費が高額となることから十分な治療が受けることができず子供を持つことを諦めざるを得ない方も少なくない状況がございます。このために一定の男性不妊治療を行った場合これまでの10万円の助成に加えまして15万円を限度に上乗せ助成を行いまして対象となるご夫婦を支援する制度を開始することといたしました。この制度拡大の取り組みにつきましては県内の市町村としては初となるものでございます。男性不妊治療のための費用の助成によりまして経済的負担の軽減を図り引き続き妊娠出産に対する支援をしてまいりたいとこのように思っておるところでございます。続きまして広報津山の発行日変更についてでございます。現在広報津山の発行日につきましては毎月10日とさせていただいておりますけれども平成28年の1月号から毎月1回毎月1日発行に変更させていただきます。これまで広報津山は毎月10日に発行いたしまして発行月の20日から翌月の19日までのイベントや行事などを掲載しておりましたけれども市民の皆さん方から発行月と掲載内容の時期がずれるため分かりにくいとの声を多くいただいたところでございます。このことから毎月1日発行に変更いたしまして発行日の初日から末日までのイベントや行事などを掲載していくこととなります。引き続き市民の皆さん方にも利便性の高い読んで活用してもらえる広報誌を目指してまいりたいとこのように思っておるところでございます。次は9月定例市議会への提出議案についてでございます。9月定例市議会につきましては本日10時から議会運営委員会が開催をされまして8月の31日の月曜日に開会する日程などが決定をされました。今議会に提出いたします議案につきましては補正予算議案8件条例議案8件その他議案13件の計29件でございまして本日議案を送付をいたしておるところでございます。また追加議案といたしましては平成26年度会計決算議案21件を提出する予定といたしておるところでございます。最後でございますけれども
平成27年度9月補正予算案の概要についてでございます。9月議会に提案をする一般会計第2次補正予算は9億5513万3000円を追加をいたしまして、補正後の予算総額は475億2971万7000円となっております。今回の補正予算につきましては、国、県、国権補助事業の内示に伴う事業費の調整や6月補正予算編成後における事情の変化等でやむを得ない経費のほか、国の地域住民生活等緊急支援交付金、上乗せ交付金分でございますが、に対応した事業の計上などを中心に編成を行っておるところでございます。主な事業といたしましては、ふるさと津山サポート基金積立金、ふるさと納税分でございます。1億1769万円、先ほども説明させていただきましたが、1億1769万円とこういうことでございます。次にバス利便性向上及び利用促進、共同事業負担金1000万円、津山おもてなし観光事業1000万円、次に道路ストック整備事業1億3000万円、小中学校施設整備事業、空調設備等実施設計でございますけれども、2800万円などを計上いたしております。以上でございます。